では八幡丸リハビリテーション病院の提供でお送りする全力応援ミンスポです。県内でスポーツを頑張っている人を紹介し、鹿児島のスポーツを一緒に盛り上げていくコーナーです。今日一緒にご紹介いただくのはこの方です。はい、全力応援サポーターの宮下ジョージです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ今日の項目見てみましょう。こちらですよ。キックボクシングにストリートサッカー、ミンスポノートとあります。まずは投稿でいただきました。プロとアマ2人の王者が誕生、キックボクシングの話題です。鹿児島市に2カ所あるインタージム、キックボクシングと英会話を学べるスクールです。へー、面白いかけなんですね。はい、そのインタージムに所属するコウキさんが先月大分県で行われたタイトル戦で、ワンラウンドで3度のダウンを奪い勝利。すごい王者。はい、自身2度目のベルトを手にしました。すごいですよね。いや、すごいすごい。そして圧倒的強さ。はい、5月にはですね、ケイトさんが九州アマに、一月にプロとアマの2人の王者が誕生したとのことです。いやー、ありがたいですね。キックボクシングと英会話が学べるところでっていう感じで、いやー、素晴らしい英語のインタビューもできたんじゃないですかね。海外の選手とかとも、ね、交流しやすくなりそうですよね。そうですね、確かにね。だけどやっぱりお互いが多分同じところで練習してて、まあ、プロを目指しながらアマの、ね、選手も頑張ってたんですよ。2人とも成果を出したっていうのがね、すごいですよね。そうなんですよね。実はこの後僕このお二人取材に行ってくるんですよ。行くんですか、これから。行くので、ちょっと1ラウンドで3回のダウンと聞いてちょっと行く気が。宮下さん、ちょっとあれですよね、体当たり取材のところがありますからね。あの、優しめにお願いします。結構宮下さんがパンチするってシーンって見たことないから楽しみですね。そうですね、水はかきましたけどね。陸上じゃ成果出るか分かりませんから、よろしくお願いします。はい、さあ続いてまいりましょう。こちらも投稿でいただきました。今度は動画